リッペ・ビースターフェルト博エルンスト・エルンストと三人の娘たち、エルンスト・カジメール・フリードリヒカール・エヴァーハルトツアー、リッペ・ビースターフェルトは、ドイツのシュタンデス・ヘルで、リッペ公国の折衝。リッペ行為継承問題の中心人物として知られる。リッペ・ビースターフェルト博ユリウスとその妻の、アーデル・ハイト・クロティル・デツー、カステル・カステルの間の長男として生まれ、1884年に、 リッペ・ビースター・フェルト博家の当主となった。オランダ女王、ユリアナ・ノフ君、ベルンハルト王子の祖父にあたる。1895年に、リッペ公ボルデマールが子供のないまま死ぬと、リッペ公国を治めるリッペデトモルト家の断絶は、確定的となった。後を継いだ弟のアレクサンダーは精神を病み、すでに1871年に、近地さんと当時不能の宣告を受けていた。 リッペ公くらいの継承権は、ドイツ帝国内の独立療法の地位を保っていた、シャウムブルクリッペ公家、陪審となっていたリッペ・ビースターフェルト博家及び、リッペ・バイセンフェルト博家の3つの分家の間で、争われた。リッペ家の家内法に則れば、首位の継承者は、リッペ・ビースターフェルト家のエルンストだった。ところが、ボルデマールはエルンストを個人的に嫌っており、 また両国を現在も統治者の地位を保っている家系に譲るべきだという考えもあって、シャウムブルクリッペ家と密約を結んだ。そして、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の妹、ビクトリアを妻とするシャウムブルクリッペ公使アドルフを皇位継承者に指名したのである。この時、ボルデマールは家内法に明記されている対等結婚の規定を持ち出し、これに照らし合わせると、 リッペビースターフェルト家は継承権者から除外されると主張した。エルンストの祖父ビルヘルム・エルンストの妻のモデステフォン、ウンルーが下級貴族の出であり、ボルデマールはこの結婚を対等結婚とは認められないと判断した。しかしボルデマールの意思に基づいた折衝法はリッペ広告議会に否決されたため、リッペ広告の折衝も継承者も決まらないままになった。そこで、 ボルデマールは遺言状でアドルフを後継者に指名した。皇帝ウィルヘルム2世が議定を支持して広告の継承問題に介入するとこの問題は国際的な注目を浴びるようになった。1895年、ボルデマールの死後に摂政に就任していたアドルフと広告議会の間で取り決めがなされた。アドルフはこの継承問題に関する外部の仲裁者の決定に 従うこと、そして決定が下るまでアドルフが接相を務めることが決まった。1897年6月22日、ザクセン王アルベルトを委員長とするリッペ公国継承問題の仲裁委員会はリッペ公国の継承者にエルンストを指名した。この継承問題は皇帝ウィルヘルム二世と時のドイツ帝国最相であったホーエンド・エシリングスフィルスト公。 クロートビヒとの関係を一時的に性を悪化させた。ビルヘルム2世が、規定のアドルフを押したのに対し、ホーエンドウエはエルンストを押したが、ホーエンドウエがエルンストを支持したのは、彼が本来の相続人だったためばかりでなく、エルンストの母親と重視艇同士という、血縁関係だったこともその理由だった。1869年9月16日、バルテンスレーベン伯爵夫人カロリーネと結婚し、 マニ6人の指示を設けた。ありがとうございます。